すごい大きいよ。名古屋駅を出発して2時間後、静岡県にある小国神社に到着しました。ご自由にお召し上がりください。甘酒が無料サービスでした。またバスに乗り1時間半後、焼津さかなセンターに到着しました。お昼ご飯はご飯の上にお刺身をのっけ放題、ちらし寿司です。うどん入りの温かいお鍋も食べました。お土産にマグロのカマをこの箱に詰め放題。またバスに戻り、30分後、念願のいちご狩りです。ここはジャパンベリーといういちご農園です。温室で水耕栽培のいちごを30分間食べ放題。すごい大きいよ。飲むの食べる。うん、美味しい。食べて食べて。汁こぼした。すごい美味しいね。ここはバリアフリーになっているので、子供も老人も車椅子もいちご狩りを楽しめる場所です。お腹いっぱいになった。ももどう？はあ、満足。帰り道にお魚市場に寄りました。美味しいものがたくさんですね。1日バスツアーは1人9,980円、お土産付きです。まあいいんじゃないかな。に到着です。もう6時半過ぎて真っ暗。じゃあまたね。見てくれてありがとう。次のビデオはエリちゃんとの大阪弁です。